はい、皆さんこんにちは、ジジイです。どれだけすごいドラマがこれから始まるんやろ。はい、そんな感じのねイントロでしたが、実はねジジイの車中泊と簡単料理の動画になります。晩御飯の方はね実は終わってるんですけども、ちょっとねはい、車中泊久しぶりにやってみたいないうことで、冷蔵庫にねあるもんを持って出てきました。はい、まずはね大根をさいの実切りにして袋に詰めてきて、それに塩昆布をあえて、最後にね今ちらっと見えたねごま油ね、はい、それを入れて、はい、完成いうことですわ。どうせあえてするんやったら、家であえたやつを持ってきたらいいんちゃうかと思う方もおられると思うんですが、はい、実はね生野菜なんでね、塩気のあるもの と、混ぜて持ってきたらね、その間にね水分が出てしまうのでね、はい、ちょっとシャバシャバしてね美味しくないのでね、現地で混ぜるいうことにしました。はい、見ててくださいね、めっちゃ簡単ですよ。はい、こんなんはね、はい、大体適量ですわ。あ、オクラも入れてます。オクラもね刻んで持ってきたんでね、はい、スライスしたオクラも入ります。はい、これだけですわ。これがまたうまいんですわ。塩加減はね塩昆布が入ってるんでね、塩とか調味料はね全然振らなくていいしね。はい、最後にねごま油、はい、それがねまたええ薬味してるんです。プーンってねあの香りがするだけでね、はい、お酒も進むっちゅうかね。はい、ごま油の方は小さじ1杯、5cc ぐらいかな、はい、それぐらいが一番いいんちゃうかなと思いますよ。はい、まずはね1品目、冷えたおつまみになります。はい、これでねちょっとビールいきますね。続いてね作るのは温かいおつまみになります。湯豆腐みたいなね、豆腐一丁と、それに、炒めた肉ね、炒めた肉いうかあのすき焼きみたいな肉ね、はい、それにねうどんスープ、それでね、はい、豆腐ね含めていきます。はい、関西で言うね肉吸い言うんかな、はい、うどんみたいな感じなんですけども、うどんじゃなくして豆腐、湯豆腐と、肉うどん、それのミックスみたいなもんになります。よくね風邪ひいたらねジジイは食べるんですけども、はいうどんと違ってね、はい、豆腐なんてねさほど胃にもたれないいうか、胃が膨らむよね、そんな感じもないんでね。ビールねはい、ビール飲んでいきます。あれ、段取りはねあれですわ、まずね豆腐をね、芯までね温めなあかんので、まずねスープ、うどんスープの方をぬくめて沸騰するまでねちょっと置いときます。はい、こんな感じでね、ほらね、でこのままのこの状態でちょっと置いといて、その間に肉の方をね
味付けして、で最後にもうちょっとね、スープをぬくめて和えたら、はい、和えたらって和えたらよう使いますけども、はい、そんなんでね、上に入れるんですけど、はい、そうしたら、そうすれば完成になります。はい、そしたらね、肉炒めますね。はい、肉の方をね炒めるんですけども、インスタントの割り下を使います。あのすき焼きのタレね、はい、お醤油とね、お酒と砂糖とみりんとね、同じ量を持ってきたらいいんですけども、なんか車やしね、こぼれたら嫌なんでね、はい、はい、肉にね色がついてきたら割り下入れますね。あんまり入れなくてもね、あのうどんスープの味もあるんでね、ちょっと肉に、味をつけるいう、そんな感じの量を加えて再度炒めるいう感じかな。はい、こうしてね炒めてる間にも、先ほどの豆腐の方の温度がね、芯の方まで、だんだん徐々にねぬくもってきてるんでね、はい、こんな感じで、あとは蓋してね置いといて、あんまりね最後まで炒めたらね肉固まるしね、あれぐらいがいいんちゃうかなと思います。そしてね、最後もっぺん沸騰させます。ガスをね使ってるんで、運転席の窓の方をね少し開けるなりしてね、換気の方を十分注意してね、ガスの方を取り扱ってくださいね。はい、こんな感じでね、はい、いい感じに出来上がりました。はい、この豆腐ね一丁ね、これをシェラカップにね入れていきますね。これ入れてスープを少し入れて、はい、その上に、先ほどね、はい、この炒めた肉を乗せていって、肉もね、一緒にスープ、うどんスープとそのまま煮込んでもいいんですが、ちょっとね肉の味が薄なるので、やっぱねこうして味付けした方が、肉うどんでもね味付いてるのと同じですわ。はい、そして最後にもっぺんねうどんスープを加えて、それに刻みネギね、家から持ってきたネギね、ちょっとオクラと一緒になって走ってきたから、もうミックスになっとるけど、はい、それを、分けて入れて、最後に、はい、これですわ、一味ですわ。ぬくもりませんからだ。ヒーターをねつけなくてもね、寝るまで体がポカポカ。これで出来上がりです。めっちゃくちゃ簡単でめちゃくちゃうまい。はい、これからね、はい、冬のキャンプなんかでもね、簡単やしうまいしね。で冷たいのはこっちになります。はい、そんなんでね、はい、今回は車の中で2品突き出しを作ってみました。はい、実はね、晩飯も食べたのに、わざわざまたね出てきて車中泊いうのはね、ちょっとね他にも目的があったんです。はい、以前紹介してたねドッペルギャンガーのね一酸化炭素チェッカー、はい、それのね、実際のとこテストしてなかったんでね、はい、これですわ。ちょっとね運転席の、窓ガラスを3センチほど開けて、一つだけね、はい、ガスコンロをつけてちょっと測ってみたらね、全然ね数値が上がりませんでした。はい、車中泊でもねやっぱりこういうものがあるとね安心して寝れるいう感じですね。はい、料理もできるしね。いかがでしたか、ジジイの車中泊、参考になりました？次回もよろしく。
グッドモーニング。はいはい、そんなんでね、朝なんですけども、寝袋はね、以前にも作る、以前にもね、紹介してた、頭のとこのね、板の下にね、入れるようになってるんでね、はい、大きいものはみんなね、しまえるように作ってます。ここね。はい、これから食事ですわ。朝はね、ガスコンロでパン焼いて、それとジェットボイルでコーヒーを沸かして、ちょっとね、はい、窓を開けるのを忘れたんですけども、数値の方は、15ぐらいまで上がったぐらいでね、全然問題ありません。なんかね、200ぐらいで蛍光灯になるんかな。そんなんでね、いろいろ試した車中泊になりました。最後にね、あのメーカーの取扱所に貼ってあるね、数値的なものをね、貼っておきますんでね、はい、それも参考にしてくださいね。とはいえね、機械に頼らず、基本はね、やはり換気なんでね、はい、換気の方を忘れないようにしてくださいね。